はい、だんだんどうも、ラオチュでございます。ちょいっと、お昼近いんですけど、ちょっと、はい、ちょっとドライブでございます。よいしょと、後ろは来ない、ゆっくり行きましょう。はい、ということで、12とおおげ、まで来ました。まあ同じ市内なんですけど、しばらく来てなかったんで、どんなになったかなという、なんて言えばいいんだろう、ケーラじゃないな、それはあれだ、警察の巡回はい、そんな感じで、登って降りて帰ってこようかと思います。はい、まあそんなんで、どんな感じかな。雪も結構積もったんで、まあその辺もね、様子をどんなもんか見に来ただけなんですけど、はい、田舎はこんなもんですあれ、後ろから来たか。はい、ただいまサードですね。この前の教訓があるのでゆっくり行きます。あ、除雪してあって平らだから結構条件はいいですけど、これツルツルになってる可能性もなくはない。サードでないと登っていかない。はい、さてさて、何の雑談をしようか。なんという、一応ヘッドライトもつけとこう。フォグはつけてたんですけど、ヘッドライト、フォグ消そうフォグ消そう、ヘッドライトつけよう。そんな感じで、登らねえ。セカンドなら登るのか。いやはい、ということで、そんな感じでね、結構積もっているなぁということで来てみましたが、すげえ積もってんなさすがですさすが石打ちの方です。はい、さてさて、やっぱり空回りはしますよね。ああ、前の方があんまりよう見えん。やっぱりホワイトアウトって怖いですよね。まあそんなことはともかく、まあ、最近ちょっと気になっている話をすると、あのオール電化っていうね、まあどれくらい前からだったか分かりませんけど、なんかね、全部家の中を電気で、いろいろ賄おうと、灯油もガスもいらないうちをおすすめしますみたいなね、そんなことを推奨してるところはありますけども、まあ個人的にはあれはやめた方がいいですね。特にこの冬場、こういった、雪国、ゴール電化はね絶対やめた方がいいですね。電気だけに頼るっていうのは誠に良くない、まあ、雪国の方はみんな分かっているでしょうけど、はい、まあ、電線切れたり発電所がやられたり、まあまあ、いろいろありますけどね、条件は。あとなんだ、
交通手段は関係ないか、あ、交通手段は関係ないか、電線の 電気の場合はね。でも本当停電になったらアウトですからね。一切合切暖房が取れないっていうのは冬場すげえ困りますよね。夏だって、うん、まあ夏はあれか、エアコン使わないぐらいか。あ、まあそんなんで、まあオール電化は進めません。車も同じですね。雪国では電気自動車は雪国ではまだまだ、うん、おすすめできませんね。雪国に来るのもおすすめしないです。いつぞやの交通麻痺に遭っちゃうとね、最悪ですからね。なので、おすすめはできませんね。やっぱり、来年機構のあるまあハイブリッドはあれか、ガソリンもあるからまだいい方かな。 EV 車はやめた方がいいな、本当に。あれでね、バッテリーを大きくしてもうトランクいっぱいにバッテリーの大きいのを積んで、1000キロも走れるっていう、それぐらい の充電せずにね、1000キロとか1200キロとか走れるような、それぐらいのバッテリー積んでれば、まあ交通麻痺起こされても、おおお、なんじゃこりゃ、すげえぞ。わあ、なんかこの前の二の舞になりそう。ということで、おお、除雪機、除雪車が今になってきた。はい、もうちょっと早く来てくれてればよかったのに、残念ですわ。本当かみたいな。わじゃ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 、もうちょっと早く来てくれれば平らな道を走れたのにとか、本当かよって話です、ね。なかなかいい道。セカンドでこれ行くしかねえな。ゆっくりゆっくり行きましょう。スリップは怖いです。そんなんで、ここヘアピンじゃなかったっけ、急カーブだったっけ。セカンドでちょうどいいぐらい。まあそんなんでね、EV、オール電化なんてね、全部電気に頼ろうとする生活、ちょっと雪国では考えられないっていうことですね。確か、あとね、太陽電池、太陽パネルを、つけましょうなんていうね、そんな話もありますよね。去年したっけな。確か東京都がなんか真っ先に、全家庭で、太陽パネルを設置して、電気を賄いましょうみたいな、賄いましょうっていうか、補いましょうっていうね、ことをなんか言ってたような気がするんですけど、あれもね、どうだかな。じゃあ30年後40年後交換しなきゃいけないの、誰が費用払うのって自分でしょ。そこでまたどれぐらいか金額全く知らないですけど、お金かかるわけですから、それ考えたらね、セカンド落としてよいしょ、ゆっくり行きます。本当あのね、トラウマになってる俺。この前のが、
そうなんだよね、東京都が推奨というか、あれなんだろう、強制どうなんだろう、本当にするのかね、やばくねって話なんですけど、太陽パネル30年でしたっけ、で交換しなきゃいけない、まあ、それぐらいしか持たない、それが50年100年って持てばね、それは考えますけどね、20年30年で交換しなきゃいけない、その工賃誰が払うの、サード入れてみようか、サード入れてもな、ブレーキばっかりかけてるとこの前みたいになっちゃうし、ね、やべえ、はい、なので取り留めもない、全然話が進まない、電気生活は私は望みません、そんないろんなね、そのもので補助できるっていうか、これがダメならあれ、あれがダメならこれっていう逃げ道を作っておかないとね、えとてもじゃないですけどやってらんないっすよ。今運転に集中してますが怖い、雪道は怖い、なんかいっぱい来るぞ、ここヘアピンだって違うよね、どっかでヘアピンが来るはずなんだけど、バンド落としとくか、ね、安全のために、いやでも本当なんだろうな、冬場はやっぱり暖房っていうねことなので、冷房は必要ないんで、暖房、じゃあ暖房を作り出せるもの、まあ、電気は確かにヒーター、ありますけどね、最近はもうストーブっていうか、まあ、ファンヒーターと言われてるほど、後ろにもうモーターがついててファンを回して、でその前でっていうか先で灯油を燃やして、その温風をね出すっていう、ありますけど、そういうの本当電気が切れたらどうすんのって話、エアコンしかないお宅電気が切れたらどうするの、なのでうちは灯油ストーブ昔ながらの灯油ストーブを、3個用意してます。まあ、洗濯物乾かすとか、あと、まあ、今に使ってたり、あ、今はファンヒーターかな、洗濯物干してたり、あと自分の部屋は灯油ストーブですね、ファンヒーターではないですね、まあ、プラス、サーキュレーターとかそういったものでもあれば、あとうちわ人力のうちわとかね、そういうのがあればこう空気循環させて、部屋温められるんで、ああそれでいいかななんて思ってるんですけど、はい、まあ、とにかく、料理するんだって電気よりは、ね、ガス使う方が多いし、まあ、電気でうちは料理作りませんけど、ほとんどガスですねガスで、料理はしてますけど、まあそういうこと考えると電気の火力ってどうなんだろうとかね、まあ、長時間の煮込みとかそういうのは
電気の方が安全かもしれない、うん、けどやっぱり火力ってことになるとガスの方かな、うん、なんてね。あとまあ普通の灯油ストーブだったら灯油ストーブの上で鍋置いて料理もできるし、ああいいかななんて思ってるんですけど、はい、まあ雪国何があるかわからないんでね、あの雪の重みで電線切れるとかあるので、まあ、そういうのも見越してのそういう逃げ道を作っておく、うん、そういう考えでまだまだ行かないとダメかなと思います。何の話をしてるんだ俺は。よいしょよいしょ、サードまで落として、さてさて、いやーほんと冬になりました。一気に冬になったな。この3日間ぐらいじゃねえかな、年明けていきなりドンと降った感じはしますけど、うーん、雪国雪国っていう風景になっちゃいましたね、はい、いやいい感じで道路が整備されてます。いやーこの風景が好きとかいう人いるんですかね、わかんないですけど、うん、地元じゃこれだこの時期当たり前だし、この壁ね、今どれぐらいあるんだろう、 1.6m ぐらいあるのかなこれ。なかなか、これで風吹かれるとアウトですけどね、風吹かれて前が見えなくなったらもう最悪ですけどね、今日はそんなに風がないので、はい、うん、新雪の上を走るいい感じです。まあそんなところでね、まだまだそのなんだろう、日本は、うん、電気ゴールデン化、電気自動車なんていうの、そういえばなんだっけ、あれ2年前ぐらいでしたっけ、なんか宅配のトラックを、EVEV? あれはハイブリッド、あれどっちだったっけ、 EV 化するっつったっけ、なんかそんな話ありましたけどね、とてもじゃないですけど雪国の配送であれですよ、 EV 化絶対やめた方がいいですよ、どこの宅配業者だったか忘れましたけど絶対やめた方がいいっすね。関東とか雪の降らない、雪の積もらない地域ならいいかもしれないですけど、日本全国それにしようなんてね、やめた方がいいです。従業員が困ります。配達員が困ります。はい。ということで、もうちょい行ったらやめましょうか。一回部屋に座って。でちょっと乗らなく、乗らなかっていうか、はい、入ったらやめようかなと思います。ここヘアピンだったよね、減速、減速して回り込んで、まあいろいろね、国はいろいろ言いますけどね、それは単なる理想であってまだまだ実現は不可能というのが私の見解です、
まだまだ今のまんまがいい。今のままが安全安心かな。そんな風に思ってます。おい、そろそろ終わりにしましょうかね。長い動画になっちゃった。なんせスピードが遅いもんで、セカンドでしか登らないよな。はい、こんなところで、今回はちょっと十二峠、様子を見に来ました、はい。まあ結構降り積もってですね、いい感じになってますね。ってことで、じゃあこの辺にしますかね。はい、ご視聴ありがとうございました。長々すみません。また次回の動画でもよろしくお願いします。それでは失礼します。失礼します。